なんか変わった服ですね。結構ね変わってますね。これはね、あのチャックがついてるんで、こっちもね開けられるんですよ。肩出し。服破れてる。服破れてるんじゃないんですよ。これデザインなんです。デザイン。デザイン。合格から半年おめでとう。ありがとうございます。素晴らしい。半年が経ちました。まあ半分ぐらい自宅待機ですけど、それ届いた夏服、そう夏服、これ届いたやつ、破けてる破けてるわけじゃないんですよ。よ、縫おうか。塗っちゃダメ、塗っちゃダメ。服はお強いけどポーズは強そうじゃなかった。嘘、イエーイ、強そうでしょ。合格半年おめでとうございます。ありがとうございます。うれしい。ご褒美何食べたの。ハンバーグ食べました。ハンバーグを取り寄せた。うん、破れたところにチャックつけた。まあまあそういうことにしときましょう。もうね、おしゃれっていうのもちょっと恥ずかしくなってきたんで。ペンギンの方、ペンギンかな。ハートありがとうございます。ハート。せっかくなので肩出してこう、そう肩をねバンバン出していきますよ。バンバンは出してダメだけど。袖取れるの。これ取れないんですよ。ここはつながってるからね。こんばんは。今日も可愛いですね。ありがとうございます。合格半年配信、そうですそうです。今日は10期のみんなを紹介しますっていう配信です。ケーキじゃなかった。そうケーキではない。ケーキはこの間食べたからね。お母さんの誕生日で食べちゃったから、さすがにそんなに贅沢してられるので。こんばんは。肩が空いてる。肩空いてます。可愛いんですよこの服でね。スカートもねほら可愛いんですよ。ほら可愛いの、見て見て、可愛いんですよ。こういう服が最近好きなんですよ。伸びをしすぎて破いた。もう破いたわけじゃないんですって。よいしょ。セクシー配信、そういうことですね。ちょっと私も一つ大人の階段を登ったということで、よろしくお願いします。かわいい、かわいいよね。かわいいですよね。非常に涼しげ。そう夏服がね欲しかったんですよずっと。下がパジャマじゃない。そう今日はね着てるの。あのね夏服がね届くとね、なんか服届いたらすぐ着ちゃうタイプなんですよ私。すぐ着てもうすぐメイクして、もう自撮り大会でしたね。階段降りていこう。階段、大人の階段を登っていくんです私は。穴開いてるよ。穴じゃないの。四段重ねのワンちゃんかな。ワンちゃんの方ハートありがとうございます。チャックから腕出す、多分出せると思う。なんか多分着るときにここ間違えて袖腕通すと思う。一回ぐらいそれすると思う。ということは自撮りが増えたのかな。うん、増えました増えました。ブログとかでね載せたいと思います。 SKE メールでもね。チャック入ってるで、開けてます開けてます。こんばんこんばんは。寝そべった天使の方、音波ありがとうございます。黄色い鳥のジロー君の方、ハートありがとうございます。ツームの服でやんのか、待機やんのか。大人になんかなりたくないよ。カトゥーンのイメージ、アニメ大好き。まあアニメは大好きです。アニメすこ、そんな詳しくないけどね、めっちゃ偏ってます好きなアニメは。
狭く深く派。これ先輩の、先輩のアバターですよねきっと。あの二つぐくりの女の子の方、ハートありがとうございます。ハート。ライオンの方もハートありがとうございます。あ、ピアノにしがみついた猫の方もハートありがとう、あ、ハート、ハートじゃない、誰もありがとうございます。むしろ大人になれたがってる。大人に。でもね、私はちょっとなんだろうな、年齢の割にちょっと小柄な人とか、年齢の割に顔が幼い子とかがすごい好きだから、自分的にはあんまり身長も伸びたくないし、顔も大人っぽくなりたくないしっていう気持ちですね。内面は大人っぽくなりたいけどね。大人っぽい曲こなせるようにはなりたい。わがまま。そういう服装大好き、かわいい。本当ですか？うふんうふん、趣味が合いますね、服の。ワッペンで穴塞いであげるからお母さんに貸しなさい。やだー、おしゃれなの、これはおしゃれなの。ふよっぴさんのアバター、あ、ふよっぴさんのだね、そう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 。あ、千人の皆さん見てますか？見てるよー。根元お化粧してる？お化粧してます、お化粧してますよ。今日はね、バチバチしてますよ。結構ゆうちゃん、こんばんは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 。テニスボールの方、音波ありがとうございます。青系に合うよね、本当に嬉しい。自分の似合う色がいまいちわからんからね、色選ぶときにね迷うんですよね。遅れてきた反抗期。反抗期、高校卒業してから反抗期来る人なかなか珍しいですね。見てるよ、ありがとうございます。素敵な洋服、嬉しい、ありがとうございます。押していいのか、押していいんですよ、押しちゃえ。バチバチ、目が目立ってます。え、嬉しい、目を目立たせたかった。今日はもうね、アイライナーというやつもねやっちゃいましたよ。私はほら見て、ほらキラキラしてるでしょ、すごくない？鬼滅完結したの、完結したらしいですね。この大人気の中終わらせるっていうすごさ。緑の器の方、ハートありがとうございます。ドラさん覚えた。結局あれ三日坊主になってね、全然かけてないっていう状況ですね。ちょっとやること多すぎるんですよ、やるべきことがあまりにも。エコパの時も青着てたね。あ、最後のあれか、 T シャツですね。よいしょ、よき、よきでしょ、よきでしょ。ほら涙袋もあるんだよ、すごくない？メイクしてるよ、大人じゃん。テニスボールの方、音符ありがとうございます。ドラフト3期は、西ちゃんさんはわかるんじゃ、西ちゃんさんはわかる、西ちゃんさんはわかる。あと、あと、あ、やばい、2人書いたのに、1日1人にしましょうか、もう終わんないよとか言って気ごとにしたらね、ちょっとあー今日やらなきゃなって思いながらやるからさ、1日1人の方がいいのかもしれないですね。ドラフト3期は4人や、4人か、4人なんか、そっかそっか。もう最初から完結までストーリー考えてたんだろうね。そうでしょうね、分かんないけど読んでないから。私はアニメ勢なのでコミックすら持ってないっていう。生誕 T シャツにもそのチャックつけますか？つけましょう、つけましょう。生誕 T シャツね、明日だっけ、明日予約開始なので、ぜひよろしくお願いします。手に取ってくださると嬉しいです。ゆうゆう、ゆうゆうさんは書いた、ラブリンさんも書いた、しーちゃんさん、しーちゃんさんはまだ書いてない、にしちゃんさんも書いてない。
JK の頃もメイクしてた。 JK の頃ね全然してなかったと思う。もう結構最近ですね、メイクを勉強し始めたのは。8期が多いかも。そう、8期に入る前に力つけちゃって、もあ8期の人多いなって思いながら、8期の先輩多いわって思いながら、ドラフト3期の先輩はまだかけてないっていう状況ね。覚えられるかな、早めに予約しなきゃ。ぜひぜひ。9期は完璧なんだっけ。9期は完璧だと思います。ゆいちゃんも届いたら生誕 T 着て配信して。え、生誕 T シャツってさ、え、もらえるかな、本人どうなんだろう。買った方がいいかな。買いたい私。一応マネージャーさんに聞いときます。メイクしなくてもそんなに可愛いのだからずるい。ラブユー、ありがとうございます。ご浄化という感じ、ありがとうございます。もらえるはず、もらえるはずだよね。もらえそうなもんですけどね。ロキ全員言える、言えないと思う。もう誰が何期なのか全然分かってなくて、でもこのままじゃ失礼になっちゃうから覚えたいですね。とりあえず明日にはドラフト3期の皆さんを覚えた状態で配信しようと思ってます。言ったぞ。多分お父さんが買ってる。うん、お父さんとお母さんは買うって言ってました。お父さんは言ってないの。お母さんが買うって言ってたけど、お父さんも買うと思う。こんばん、こんばんは。家族みんなで着ないとね。着ます。めっちゃ目をパチパチしてやがる、かわいい。あ、まばたき多いんですよね私。目乾燥するんだろうか。お父さんは T シャツとトートバッグ購入と、絶対買うと思うな。言ったね、言っちゃった。では明日はテストだな。うん、さ、ドラフト3期生の皆さんだったらね、私を言える気がする。まず今の状態では言えないかな、わかんないけど。聞いたぞ、言っちゃったね。まあでも4人、4人だっけ、4人ですよね。いけるいける、いけますよ。オタク全開 T シャツ、まああれはね、あの普段着てください。お願いします。普段から着ましょう。お仕事の方はもうお仕事に着ていくレベルで、もう学校の方は学校に着ていくレベルでお願いします。そう、友達にも大学に着ていってねって言いました。無理って言われました。弟くん生誕って着てくれるかな。着てほしい。写真撮りたいですね一緒に。生誕って着てお父様劇場登場待ち。もうその未来が私は想像できる。普段はちょっと普段はちょっとインナーとして、インナーとしてね。そう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 、断る、断られた、無理、それはきついかな、無理無理。ちょっとちょっと来てくださいよ普段から。ちょっと私もね、あれは普段は着れないわ。部屋着だな、部屋着にします私。うん、せめて部屋着。近所もちょっと歩けないかな私は、本人だもん。5期になると2人しかいないけど、6期は結構いる。ドラフト1期生も4人。あ、そうなんだ、頑張ろう。ちょっと8期で挫折しそうな予感がねプンプンしますけどね。まあ頑張りましょう、ゆっくり頑張ります。8期はなんか2回3回に分けて覚えようと思います。普段から魔除け T シャツ、魔除けじゃないもん、前置きじゃないもん。無理です、ごめん。もう冗談ですって、ごめんなさい。
あんな奇抜なやつを仕事で着ていいのか、商談不成立になったら責任って取れないんで部屋着にしてください。一部の生誕 T シャツは踏み絵と呼ばれる、踏み絵生誕祭の時は劇場付近は生誕って言えるから紛れる。ああいいですね。生誕 T シャツって生誕祭で本人着れるんですか？え、着たいんだけど着るタイミングなさそう。どうなんだろう。劇場横のマックでも着るのはつらそう。マックはちょっとつらそうですね。劇場入ったら全然大丈夫そうだけど、1期1人、2期2人、3期1人、4期1人、5期2人、頑張ります生誕 T 着て電車乗って堺に、堺行くまでは生誕 T の上になんか羽織って来てください。はい見えないようにして。タイミング的に厳しい。あーそっかそっか、着るタイミングがないと思う。そっかそっか。じゃあね、もう部屋着とかにしてショールームで着ます。私は堺はいける。堺だったらね全然いけそう。でもどうだろう私のあのデザインはちょっとね普段着には向いてないんでね。いやこれ普段着れるかな、ニヤニヤって思いながらデザインしました足らずが固まっていけば平気。そうですね、みんなで着れば怖くないですよ。生誕 T シャツって予約したら全員買えるのかな。全員買えるんじゃないですかね。受注生産じゃないのかな。こんばんは、投げキスして。ラスカルの方、だるまありがとうございます。生誕祭終わりにみんなで飲みに行くと生誕 T 集団を他のお客さんから白い目で見られる。楽しそう。なんかそれ楽しそう。青春じゃん。青春じゃないですか。推しのさイベント誕生日祝った後にさ同志たちとさ飲みに行ってそれを白い目で見られるんでしょ。青春じゃん一部の可愛すぎるのとか絵が強烈なやつは踏み絵と呼ばれやすい。じゃあ私は踏み絵 T シャツなんですかね。あれは買える、買えるみたいです。予約したらバッチリ買えるらしいです。期間中応募なら全員買える。はい、全員買えるということで皆様よろしくお願いいたしますプリンの方と、クマの着ぐるみパジャマみたいなの着た女の子の方、ハートありがとうございます。ハート。青春ということにしていいのか。青春じゃないですか。可愛いな、頑張って、ありがとうございます。嬉しい。一人ならいいんだよ、集団でいたらやばいだろ。やばそうやばそう。ちょ、見たいですその集団。夏服めっちゃ可愛い、いいファッションセンスで、ありがとうございます。私本当にファッションセンスがね皆無なので、ファッションセンス褒めてもらえるとねすごい安心します。下出しメイクしてください。いつ着ても可愛いな。おい、ありがとうございます。おいとりあえずひとまず7枚買って毎日着なきゃ強い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 。二つくくりの黄色い服の女の子の方と、これなんて名前だっけ、このキャラクターなんだっけ、なんかハンギョドンみたいな名前じゃなかったの方、ハートありがとうございますウィンクできるようになったんだ。できてた？誕生日の後の、誕生日後の握手会は集団見られる。見たい見たい。いや、着てきてほしいですね。
ぜひ。ライオンの方、音符ありがとうございます。保存用、鑑賞用、着る用の3着予約お強いお強い。ハンギョドンね、ハンギョドンだね。かわいい、かわいいですか、ウィンク。ファッションの雑誌さん、参考に雑誌読んだりしないの？雑誌はね、ね、ラルムだっけ、ラルムって読むんだっけ、ラルムってやつは買ってます、かわいいから。参考にしてるかは分かんない。乗ってるお洋服が高いんで、割と私の中ではね、私的には高いから、そう、あんまり参考にできてる感じはしないけど、目の保養のために買ってます。なんだよ、ウインクしながら投げキッスだろ、なんで切れてんのなんで切れてんだよ。よく見てるとホカレーンに行くとき着替えてる。まあそりゃ着替えなあかんわな他の子の生誕 T シャツ着て握手来られたら何って言うしかないもんねえー、赤い真っ赤な豚かな、豚の方、バラの花ありがとうございます。握手会で生誕っていうのは割と重宝するけど、他の連で、そうか、他の連行くとき大変だもんね。肩が割れて、これはねデザインです天ちゃんこんばん、こんばんは、こんばんは。うん、何を言われに行く人もいるよ。でもそっかそうですね、なるほどね。あえて他の子にも連れで行く強さも重要。なるほどなるほど、あえてね。握手連前での早着替えは自信あります。慣れてるのかな早く平和な世の中にしたいね。確かに、私が平和な世の中にする。はやかちゃんの連ならいける。あ、なるほどね、仲いいメンバーだったらね。なるほどなるほど、それだったらいけますね。あえて着替えず推しに怒られたい歌です。なるほど、そういう方もいらっしゃるのね。あ、ちょっと待って、もうあれですよ、10期の、10期の紹介がね、遅れちゃうわ。めっちゃ喋っちゃった、楽しいわおしゃべり テニスボールの方、音符ありがとうございます。受験生って何回ぐらい握手会やってるんですか。ルルルルゼロゆうちゃんは見逃してくれるよね、ハート。思いっきり指摘しますよ、思いっきり切れます。なんで来てきてんだよって怒る分かんなくてスルーしそうだけど、猫のあれをかぶった四角いキューブみたいな、キューブみたいな方、バラの花ありがとうございます。これカイニャンさんのアバターだっけ、違うっけな、違ったら恥ずかしいからあれなんだけど。10期の推しは片寄り隊にします。素晴らしい。あ、2000人の皆さん見てますか。見てるよ、怒っても可愛いの、怒ります、お怒られるのか、ちゃんと怒りますよちゃんと怒りますよ。カステラだね、あ、カステラだからか。そう、なんでキューブなんだろうと思ってた、ずっとカステラなんですね。なるほどなるほど。サンダーアイスの、にしがじみついたカワウソのアバターの方、ハートありがとうございます。予定通りだったらカトユさんと握手してるはずだったのにね。え、本当にね、悲しいけど仕方ないんですよ。カトユさんに怒られに行きます。なんか気づかずにスルーしちゃいそうで怖いけど、 T シャツのデザイン把握しときます
ゆいちゃんのとあなんちゃんのどっち買おうかな。どっちも買っちゃえ。握手会で生ラビューしてね。ラビュー見てる、ありがとうございます。隣の10期生ラインにいるの発見したらどうしますか。見てるって聞きます。エコパで握手する予定でした。そうですそうです、そうでした。普通に握手聞きたい、ぜひぜひね、握手ね、したいですね握手。てんちゃん見るためだけにエコパ行ったんで、握手会でもてんちゃんしか、うん、嬉しい嬉しいよ。ありがとうございます。握手しましょうね。こんばんは、爽やか、肩肩肩です、肩肩が出てます。あらあら。一着買っても複数買っても送料はかかるので一緒ですね。一緒です一緒です、すべて一緒。十期全員買います。意識高いので強い強い。見られてるって返さ。見てるよーは。見てる言った後の間が、そう見てるだから。そう見てるはなかなか動画できたかも。怖いよねだって。怒られに行くというより真顔対応が欲しい。もうね、わかんないわかんない。DD ですみません。え、いいんですよ。いいことです。好きな人がいっぱいいるのはいいことですよ。握手もだけど、直でお話しした。本当にね。本当にそれな。で、皆さんとまだ会ってないですからね、私。てんちゃんってゆうちゃんのことですか？そうです。私のことです。私がてんちゃんだ。パンダの方、ハートありがとうございます。テニスボールの方、音符ありがとうございます。隣のレーンに話しかけるのは結構声大きくないとだと。あ、そうなんだ。結構なんか隣だと思ってた、すぐ隣だと思ってた。みんな可愛いからな、迷うな。本当にね、ジュキはみんな可愛くて個性豊かなので。限界って書いた方、かわいい、ありがとうございます。かわいい。DD はたくさんのメンバーを幸せにするから良きです。なるほどね。そういうことですね。まあ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 。いや、いいんですけどね。いいんですけど。いいんですけど、私にバレないようにやってほしいですね。コッパになったじゃん。まあ、それはそうなんですけど。そうなんですけどね。まあ、確かにね。まあ、エコパでお会いした方もね、いらっしゃいますね。そうですね。浴衣、浴衣って言っちゃった。エコパの昼公演に行きました。ありがとうございます。見てくれてありがとうございます。ゆうちゃん、本当に実在してますか？実在してた！まあ暇なさそうだね、カトゥーさんは。本当ですかね、大丈夫かな、なんか来てくれる人いるかな。そろそろご紹介ご紹介、そう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 、紹介できないまま終わりそう。そう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 、紹介ね、始めようか。お題ね、そうですね。早くご挨拶行きたいの本当に。ということで今日はこれを用意しました。何、クロッキーを用意しました。実在してましたね、私は。メンバーさん隣のレーンとか並んでるの見える見える。わお、30分経過、え、早くない？めっちゃびっくりしちゃった。紹介が合ってるか紹介するわ。ドアハー。受けた音です、今のは。面白いですね。クロッキーとは、クロッキーはちょっとね、なんだろう、薄っぺらい紙。私はスケッチブックに落書きを書けない
人間なので、クロッキーをね落書きのために買ってます。スケッチブックとは別に。おい、10期紹介ね。え、どれぐらいで終わるかな。ちょっとテロップ出しました。10期生を書いて紹介ドアハーです。何日かに分けての紹介になるから、そっちの方がいいかもしれないですね。こんばんは。実はオーディションの時の投票はゆいちゃんにしました。早川さんには内緒。え、意外、早川さんだと思ってた。似顔絵描きながら紹介。そうです。でも聞いてください、私は似顔絵を描くのが苦手です。大丈夫かな。ちょっとね、ここに資料がありますので、資料を見ながら書いていこうと思います。え、誰から書こうかな。一人目、一人目、え、どういう順で書こう。あいうえお順かな。そう、自画像以外は大丈夫。そう、自画像以外はね大丈夫です、きっと。ノリが良き、ありがとうございます。どうしよう、ミレタさんもう書いてるのかと思って、まだ書いてないんですよ、今から書くの。そう、なんかね違うの、似顔絵、なんか絵を描くのは得意だと思ってるんですけど、自分で。でも似顔絵になると途端になんか、なんだ、絶妙に似てないっていうか、おーって反応しづらいね、あの出来になってしまうんですね。あいうえお順、じゃああいうえお順でいきます。え、でもこれさ、パパって書いちゃうから色つけないしさ、大丈夫だよ。特徴だけ捉える、そう、特徴を捉えるのがね下手くそなんですよ、私は。これで見えるかな。でもまずね、今から書くんだ、終わらず、終わる。じゃあリカちゃんから書こっかな。見える？みんな同じにならない。そう、まさにそれで、みんな同じ顔になっちゃうっていう事態が起こるわけですよ。あ、なんか難しいわ。いきなり。BGM か流します。BGM。おー、びっくりした。BGM 来ました、 BGM 来ました。え、ミオさんは半目でお願いしますだって。半目ね、私以上の半目マスターがいるとはね。え、難しくない？全然さ、なんか何、人の顔の特徴ってさ捉えるの難しくないですか？ハメマスター、そう、ハメマスターなんですよ。え、マジで難しすぎる。
ってるこれ見えてます？はやかちゃん昔書いてなかった？昔書いてた。横顔も素敵うれぴ。今日は3人ぐらいかなね。本当にかな。違うな、違うわ。ちょっと待って恥ずかしくなってきた出すの。なんで似顔絵描くとか言っちゃったんだ私。黙っちゃうからね。違うんだよ。あのね、リカちゃんはもっとね美人なんだよ。わかる？美人なんですよ。美人さをね描けないの私は。美人な女の子が描けない。はい。はい。うまい、ありがとうございます。そうですね。ちょっと紹介。青木のりか氏は漢字は捉えてます。本当に？本当？嬉しい。よかった。青木のりかさんはニックネームがね、リアンさんだよね。リアンちゃんだよね。そう。でね、どんな子なんだろう。あのね、すごい。美人って言葉がねめちゃめちゃ似合うね、美しい顔面がお強いお姉さんなんですけど、そう、大人っぽい感じ、なんかクールな感じなのかなって思いきや、喋ってみたらね結構ね、なんだろう、フレンドリーな感じで、すごい喋りやすい。めっちゃね心配して話しかけてくれるんですよ私のこと。そう、最年長か
クールな美人さんのイメージ、そうクールな美人さんのイメージなんですけど、喋ってみるとなんか覆るんですよ。結構ブログも結構やばめやばめで、なんだろう、なんだっけ、犬が出てくるんですよね。ワンコロ先輩だ、ワンコロ先輩だっけ、ワンコロ先輩みたいなのが出てきてね、あーやばいやばいって思ったんですけどそう柔和な感じ、そう結構ね、あのクールビューティーなお顔をしてるんだけど、意外となんかこう柔らかい雰囲気な方なんですよってのを表したくて、この表情なんですけど、めちゃめちゃね、あのね垢抜けてて、メイクめっちゃうまいなって思ってたんですけど、可愛いなって思ってたんですけど、なんかあんまりメイクしてないって言ってた日もめちゃめちゃ顔面も強かったから、あ、もともと美人さんなんだって思いましたねっていうエピソード紹介。ちょっと時間かかりすぎじゃない？大阪人って感じ、そう大阪人って感じなんですよ。すごい大阪人なんですこの方は。はい、こんな感じです砕けてる、そうすごいね。私がなんか一人で練習してたりすると、なんか大丈夫みたいな感じで話しかけてくれたり、一緒に練習しようって話しかけてくれたり、もう時間やばいよって話しかけてくれたりする人です。はい、これ全員分やる、ほんまに時間めっちゃかかんねんけど、大丈夫かおい大丈夫か、おい大丈夫か2人目いきます。2人目、まあでも2人目はね、でもこれ書きながら紹介したいのできるだけ。書いたことあるんですけどね、2人目。はやかちゃんって釣り目なのかな、垂れ目なのかな、なんか釣り目、うん、わかんない、釣り目っぽいよな。こんなまじまじと観察したことないですよ、かつてはやかちゃんはそうですね、あのね書きながら難しいですよね、難しいんですよ。ちょっと書けよう。BGM、 そう BGM 流しました。相方ですね、相方と呼びたい あ、ちょっと似てるかも、待って、似てる気がする。どうぞ。あ、三千人の皆さん見てますか？見てるよー。見てる、ありがとうございます。やったー、イケメンですね。イケメンなんですよ。うちの五十嵐はイケメンなんですよ。似てるよ嬉しい、ありがとうございます。はい、というわけでうちの五十嵐の早香なんですけど、あの五十嵐の早香氏はですね、なんか紹介しすぎてもうなんか分かんなくなってきたんですけど、なんかね、未だに掴めない部分がある、彼女は彼女は未だに分かんないところがあります。そう、なんかね、引き出しが無限大だよねそう、
前も DMM でも紹介した内容と被っちゃうんですけど、そうだね、めちゃめちゃねお人よしですね。彼女もなんかクールに見えるんです、一見結構ね、一見クールに見えるんですけど全然そんなことないですよ。あの全然クールじゃなくて、多分それはお互い様、本当にクールじゃなくてね、結構ね喋り出すとね、なんだろうな、人間だけど人間じゃない。世話焼きさん、そう世話焼きなんですよ。すごい、私みたいな、多分ね私みたいなダメな子を見つけるとちょっとほっとけないタイプなんだと思うんですね。だから今後すごい心配ですね私は。すごいいい人だなって思う。そうなんですよ、あの彼女はねすごくね、精神が結構強い方だと思ってるんですけど、強い方っていうか、まあしんどくなる時もそれあると思うけど、強い方だと思ってまして、だからそうなんだけど、強いんだけど、なんか私みたいな弱っちい人間にも優しくできるタイプの人だから、そういうところが尊敬してます。私はダメじゃないです、ダメな女なんです。私はあの皿からぬって音がするんです。はやかちゃん、そうはやかちゃんです。てんちゃんは確かにほっとけない、ほっとかないでほしい。強心臓、強心臓だけどあれだよね、エコパ前はめちゃめちゃ緊張してましたよね。メンタルが強い、なんだろうな、いろんな経験をしてるからこそ強さも弱さも持ってる以上、もうまさにその通り、よくぞ言ってくれました。そうめちゃめちゃね男前、そう男前なね方ですね。はい、面白いしね、なんかなんだろう、メンタル強い人って私の中で結構なんだろう、弱い人の気持ちが分かんないみたいなイメージがあったんだけど、それを覆したのがはやかちゃんっていう感じです私は。はい、そんな感じで。恥ずかぴー。次は石津さんだ、石津さん、考え方が独特なはやかちゃん。そうそうですね、独特ですね、面白いです。だからかたゆうさんも相当面白いです、ありがとうございます。髪飾り、はやかちゃんじゃない、確かに初見ですが、こんばんは。あ、初見さんこんばんは、ありがとうございます、来てくださって。今日はねひたすらねお絵かきしてね、あの10期を紹介する回なんで、ちょっとあんま喋れてないんですけど、はい、石津さんかけた。わざわざ止める。はい、
まだ3人目本当にね、お返事ありがとう。いやいや来てくれてありがとうございます。伊豆さん呼びは伊藤美希ちゃんだけだかと思った。伊豆さんって呼びたくて勝手に呼んじゃってるんですけどいいかな似てる本当本当。あのね、石津さん、石津さんって呼んでるけど勝手に。石津さんはね、あのね、あの小動物あのね、一言で表すと小動物です。小動物ね、あの目がねクリックリなの。目がクリックリなの、わかる？目がクリックリなの。3回言ったね、3回言いました。はい、目がクリックリで、なんだろう、童顔なのかな、なんだろう、めちゃめちゃ顔が好きです。はいまずね、だからね、こういう目にしようとはずっと考えてた。石津さんはこういう目の描き方をしようとはずっと思ってたんですけど、目がクリクリ、そう、大事なことなので3回言いました。そうですね、石津さんはね、すごいゆったりしてて、あ、こんな、なんか純粋っていうか、なんて言うんだろう、真っ白、ああ守りたいみたいな子いるんだなって思いましたね。私はこんないるんだみたいな、この世の中にいたんだみたいな感じが自分の中であっておっとり穏やか、そうおっとりしてて、そうなんですよね。さつまいも大好き娘、そうさつまいも好きなんですよね。可愛いですね。食べるの好きなのかな。アイドルらしい可愛いお顔、そうなんですよ。そう、それでなんかね、ほわーってしてるかと思いきや、なんかね、ステージの上とかに立つとすごいね、ゆったり余裕のある感じがすごくね、私は魅力的に感じます。とても雰囲気変わるっていうか、そうあんまり SKE 感はないけど、それがわかる、わかります。10期生で彼女にするなら誰、10期生で彼女にするならね、10期生で彼女にするならね、ミオタスかな。伊勢津さんはゆいちゃんの3分の1ぐらいの時間で生きてるイメージ。確かにそうなんですよ。伊勢津さん、私がすごいなんかエコパ前に弱ってた時にも、あのなんか私はパフォーマンス中の笑顔、表情とか作るのが苦手だから、ゆいちゃんはそういうところすごいと思うって褒めてくれて、そういうエピソードがありました。でね、個人的に思うのが、渚のイメージの衣装がバチバチに似合うと思ってて、石津さんはそう思ってます。私は雪のせいみたいだなってずっと思ってて、めちゃめちゃ似合うんですよこの方は。渚のイメージの衣装がめちゃめちゃ似合うっていうのを押しときたいです。はい聞いてくれてありがとうございます。ゆきちゃんもゆいちゃんのそういうとこ褒めてたの、本当に嬉しい。色白で白い衣装がとても似合う、そうなんですよ。ちゃんも似合っててありがとうございます。じゃあ次はみきちゃん。詰まって、もう9時からやってた、1時間経つやん、怖っ。これさ、いつ待って、11人だよね、 1,2,3,4,5。 今日りかこちゃんまでにしよっかな、明日にしよっかな、続き。
疲れちゃってる。難しい、みきちゃん。5人ずつが良さげ。確かに5人ずつがいいかもしれん。明日でもいいよ。明日にしよっかな。続きは一番難しい気がする。私リカピは目だけ描いて完成。それはひどい、それはひどいわ。まあ確かに四捨五入したら目なんですけど、彼女は BGM って全部ゆうちゃんの声。そうなんですよ、全部私の声です。灰色のパーカーの方、音符ありがとうございます。さっきみきちゃんの大喜利大会で特別賞を取りました。すごいですね。みきちゃん、みきちゃん難しくない？難しくない？君ミキちゃん、四捨五入したら、そう四捨五入したら目なんで。バンソンも歌ってるのが偉い、偉いでしょ。ミキちゃんは、ミキちゃんね、あ、うまい、本当ですか。ミキちゃんのせいだな、うん、確かにポニテのイメージがある。私は雰囲気出てる。あ、本当に？よかった、嬉しい。特徴つく、本当？あ、よかった、あ、よかったわ。マジで似てなかったらどうしようと思って。ミキちゃんはね、すごいね、しっかりしてるね、しっかりしてる。本当に、なんだろうな、え、年下だよね。待って、ミキちゃんって私より年下ですよね。全然年下じゃないんですよ。もうね、あのね、私がね、毎日ねレッスンができないできないって泣いてる間に、みきちゃんはね、もう一生懸命コツコツと練習を重ねてね。コツコツと練習を重ねて、本当に、なんだろうな、あと言葉遣いが謎。なんかね、あのね、なんだっけ、たまに出る言葉のチョイスよくわかんない。おもろいなって思いながら見てるんですけど、それとその真面目なところのギャップがすごくて、ゆいちゃん頑張、ありがとうございます。ダンスうまい、本当にダンスうまくて、そうダンスがね、すごいなんかね、正確かつかっこよく踊れるからね、強いなと思いますね。独特の雰囲気がある人、そうなんですよ、なんかね、独特なんですよ。うん、言葉選びとかも独特だし、独特だし、なんか雰囲気がね、ちょっとね変わってる。でもアイドル大好き、そうアイドル大好きで、なんかねすごい情熱を持って取り組んでるって感じがしますね、自分の中で。まあみんな情熱を持って取り組んでることに違いはないんですけど、そして背が高くてステージ映えする、そうなんですよ、すごい見つけやすい子だと思ってて、で、あの踊りもちゃんとすごい綺麗に踊れてて、だからねステージで見つけやすいタイプだと思いますね。
歌とか聞いてもなんか表現がすごい丁寧だから、丁寧っていうかなんか自分らしい表現ができる子だなってすごい思うから、ステージに立ってすごい輝くタイプの子でもあると思っております。私は、はい、緑のお茶の方誰もありがとうございます。努力家だよね。そうなんですよ、努力家、明るいし私が落ち込んでる時によく LINE してくれます。もう申し訳ない、本当に本当に申し訳ないです。年下なのにね、めっちゃしっかりしてるよなぎさのイメージで出てくる時目立てた。そうですよね、あれ裏センターみたいなね、かっこいい出方をします。ペンギンの方ハートありがとうございます。ゆうちゃん男前、男前嬉しい。ゆうちゃん落ち込んでること多い10期の紹介をすることによって私が落ち込みがちなのがバレるっていう謎のみきちゃんも石津さんも年下、本当にね信じられんのだが、かとえさんもダンスキルで映えますよね。え、嬉しい、ありがとうございます。ちょっとお水飲みます。手足長いの目立つよ。そう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 、スタイルいいんですよね、すごいミキちゃんは。結局今日全員やんのか、やんのか、わかんない、ちょっとどうしよう、できるかな、できなさそう。もう今日さ半年記念だからさ、ちょっと長めにやりたい気はするよ。私は褒めすぎるから落ち込まないで、落ち込みがちですねレッスンでゆいちゃんエコパンの時に比べてアイドルらしい顔になってきたように見える。本当ですか、やったやったぜフ半年あるといろいろあるね。ね、いろいろありましたよテニスボールの方誰もありがとうございます。やんのかが好き、やんのか、もう1時間以上経過してます。本当にね1時間経過しましたね。最初の30分がなかったから、そう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 、なかったからね。あと2時間は配信可能ではあるけども、そうですね、どうしようかな、どうしよう、リカプタンとりあえず書こうかな寄せにの皆さん見てますか、見てるよエコパでの強心臓ぶりには驚きましたけどねキャバタ初見さんありがとうございます、嬉しい、まあ無理のない程度にありがとうございます。よいしょ、リカコちゃん描くか。リカコちゃんはねほぼ目です、ほぼ目でもリカコちゃんの目どんな感じだろう、釣り目、釣り目なのかな、とりあえずでかいんですよ目が。丸顔って言ってたな、丸顔なのかな、そんな感じしないけど。リカコちゃん難しいな、あ、BGM 忘れてた、ごめんなさい、 BGM 忘れてました。出なかったけど今日は半年記念のタコ紹介でいいかも。あ、それでもいいかも。
え、前髪どっちだっけ。あ、こっちか。リカピのイラストツイッターでヘッドにします。されちゃう、ヘッドにされちゃう。難しい、手が難しい。ちょっと手とか書き始めちゃったからも。はい、りかこちゃん。りかこちゃんです。りかこちゃんは目をでかくしました。とりあえず目をでかくしたらね、りかこちゃんになります。似てる。ありがとうございます。やんのか、やんのか。いか書くの忘れてた。リカピはですね、リカピは11期ですね。11期ポーズ。こっちだっけ、こっちか、こっち。11期。かこちゃんは11期の人なんですけど、私の推しが飛ばされた。あ、私か。あ、私書いてないよな。ビッグラブを届きます。そうビッグラブを届きますの言い方が好き。後輩やでしょ。後輩なんですけど、りかこちゃんはそうですね、あのまずスキップができない。スキップができません。はい、スキップができなくてダンスが苦手だそうです。ですけど、すごく多彩ですね、彼女は。なんだろう、何ができるっけ。なんかできること多すぎてあんまり覚えてないんですけど、できることがちょっとね、多すぎてあんま覚えてないんだけど、マイナーなスポーツからなんか女子力高めな趣味まで全部できるし、お料理できるし、書道できるし、あとね、何できる？サーフィンできるとか言ってたな。そう、なんか絵うまいし、生物できる。あ、頭いいんですよ。ぬいぐるみ作れるしね。そう、ぬいぐるみ作れるし、生物偏差値80ぐらいだし、すごくない？すごい多彩なんですよ、彼女は。多彩で、しかも顔面もお強いの。顔面もお強いんですよ。でもスキップができないっていう、面白くない？知れば知るほど面白い子なんですけど、トーク力、そうトーク力もある。トーク力もある。フラフープも確かできないね。フラフープ、そう、完璧美少女、そう、完璧美少女かと思いきやスキップがあれっていう、あの面白さね。ダジャレが止まらない、そう、ダジャレが止まらないところもあったりね。そうなんですよ。
もうなんかね、知れば知るほどね面白くて、この子はすごくね仲良くなれたのが私は誇らしいんですけど。フライアップできなさ できてなかった。できてるできてるって言ってたけど、できてないあれは。カラオケ配信もできない時が多い。まあまあまあ、それそういうところもありますね。そう、ギャップがね、ギャップが、話さなければ王道アイドル。そうそんな感じ。そう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 。そしてそのパフォーマンスに臨む時の表情というか、その真剣さがね、すごいギャップですね。ショールームのあのふざけた感じって言ったらちょっとディスりに聞こえるけど、なんだろうね、面白い感じと、面白い感じとね、そのドキュメンタリー見た方は分かると思うんですけど、パフォーマンス前にちょっと自分を責めて泣いちゃったり、真剣だからこそだと思うから、そうそういうギャップですよね。ギャップがね可愛いなと思いますね。声可愛いしね、声可愛い、そう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 、声可愛いしね。渚センターで、そう一緒にセンターもやらせてもらったんですけど、私もりかこちゃんもダンスが苦手って言ってまして、ちょっとね大変だったね。大変でした、大変だったけど、一緒にセンター立ててね、私はすごく誇らしかったし、水道水の裏切りも、まあ水道水の裏切りはちょっと許してないですけど、まあね。そうそうそう、そんな感じで。あとりかこちゃんの作るナポリタンが美味しかったです。あの結構前に、だいぶ前にナポリタン作ってもらったんですけど、美味しかった。パパッとなんか作った料理が本当に美味しい人って料理うまいやん。美味しかった、めっちゃ。二人の歌ありのハート作るの好き、あれ多分ねりかこちゃんが考えたと思う。そうそうそう、りかこちゃんとかみんなで考えました。鼻詰まってんな私。ゆえちゃん料理上手な子と仲良くなりがち。そんな感じ、そんな感じです。一人ずつ、はい。今日はこの辺で終わろうかしら。どうしよう、全員やりたいところですけどね。ビエンピエン、ビエンピエン、ビエンですよ、ピエンです。本当にミレタソ、そうミレタソも書きたくて、私書きたいんだけど。一人一人違ってていいんですよ。目が全部異常、変えましたよ目。まあ日付変わっちゃう、日付変わっちゃうかもしれない。そうですね、続きは明日書こうかな。うん、そうしよっかな。あ、まだおしゃべりしたいですね、もうちょっと。明日の楽しみにします。それじゃあ、そういうことでお願いします。明日早く休んでくださいね。ありがとうございます。10期生 T シャツ作るときはその日の明日作ってほしい。え、嬉しい、使ってほしい。お水きた、お水です。肩がファスナー、そう肩がファスナーなんですよこれ。明日何時、あ、そっかそっか、明日、明日、え、スケジュール帳はもう、あ、あったあったあった、あー、閉じりかい、ドゥルルルルルル、君も好き、よいしょ。明日は20時30分からって書いてる。どうですか、みおさんは半目でお願いします。半目
ミオタさんもちゃんと可愛く描けます。はやかさんの絵ください。はやかさんの絵ね、はやかさんの絵スクショしちゃってください。ぜひスクショタイム。明日もやんのか、明日もやんのか。自分の絵を描く、自分恥ずかしくなっちゃう自分の絵。昨日はやかちゃんと何時まで話して、何時まで話してたっけ、忘れちゃった。リカピとは違う感じだと思います。え、嬉しい嬉しい。握手会だ、カトゥーさんと早くお話したねー、したい。ウィーン生誕の T シャツの絵は自画像、自画像です。あれあれ自画像なんですよ。めっちゃ美化した。美化しちゃった。10期生のファイルゲットしました、ありがとうございます。クッションみたいなのに座ってないの、座ってないんですよ、もう地べた。了解です、ありがとうございます。20時30分お願いします。間に合うかな、間に合ってくれ、間に合ってほしい。全部イケメンにかけましたね。イケメンなんで彼女は、イケメンですよ。BGM 新曲期待してます。あ、そっか、 BGM 流すもんね。ちょっと新しくね、 BGM 曲数増やさない、 BGM ね増やしたいな。20時30分なのですね、そうですね。座布団今度買わないとね。あ、枕とかでいいんじゃないかな、枕。めっちゃいい、めっちゃいいこれ。あ、柔らかい。BGM 収録配信、なるほどね、ありですね。石津さんお気に入りだわ私。枕踏んじゃダメだよ。えー、ダメ、えー、なんでそんなダメ。ビーチサンダル追加して、あ、ビーチサンダルね。カービィの上に座ってみてもな。カービィの上に座れないよ。次の BGM 個人的希望、前のめり、あ、いいですね、前のめりも。どうしよっかな、イスちゃんいい、ほんとリカコちゃんもちょっと気に入ってる。枕ぺっちゃくになっちゃう、そっかそっか、ダメか、ダメですか。ほい。え、なんか乗るものないかな。ないです。クッションないの？クッションない。クッションうちにはないですね。あの抱き枕みたいなのならある。ヤンドカポーズいいよね。ヤンドカポーズいいですね。リカピらしさ出てる、嬉しい。ミキちゃんも難しかった、ミキちゃんとリカちゃん難しかった。ミレタスを着た、じゃあミレタスのさ、あの美しさをさ、どう私は表現したらいい。せやかで勝とう、カービィや、カービィはあかんわ。日本人ならセンスだろ。大変だよ。おそ松さん、おそ松さん、プリの方ハートありがとうございます。テニスボールの方音波ありがとうございます。私の推し、私の推しはあの生誕ティーに書いてありますんで、あの生誕ティーをねじっくり眺めてください、お願いします。ミキちゃんうまいよ、本当嬉しい、よかったよかった。ミキちゃん推しに怒られるかなって思ったけど、リカピはペンタロウの上に乗ってることがある。本当にダメだよペンタロウ。緑のうちわの方ハートありがとうございます。星座は足を痛めそうね、足痛めそう。あ、テロップちょっと変えようか、詐欺になっちゃうね。合格から半年、
やべえ DD になりそうな配信だった本当だよね、10期をね自ら紹介してるんだからね。あ、5000人の皆さん見てますか？見てるよ、見てるよ。星座何分できるかの配信しませんか？やだ大変だよ。もう星座してますって言って嘘ついて、私あの普通にあぐらかいて座ります。みんな特徴捉えてて雰囲気出てる、嬉しい。そうか、裏表に帰ったから集合写真撮れない。あ、確かに撮れないですね。合格発表の時の思い出はある。合格発表の時は友達とあのこれ受かんなかったら私進路どうしようって話しながらドンキ行って、ドンキのトイレの中で合格発表を見ましたでトイレから飛び出して、受かった、ああって言ったら、え、おめでとうって言われました。受験箱推しです、素晴らしい。大阪弁でブルーローズやってほしい。あ、いい、やりたい。合格から半年経過したので、そうみたいです。お父さんに言われて気づいた。写真撮って後で合成、合成です、合成です。皆さん写真を撮るなら今ですドンキ、そうドンキ、そのドンキネタ今後の MC のネタになりそう、なりそうですかね。言っていいのかな、ドンキのトイレの中で合格通知見ましたって忘れられない場所がと、と、うん、と、とです。お手洗いでした。お手洗いがあの思い出の場所です。私はその後配信してたよね。そうなんですよ、その後大急ぎで帰って配信しました。お礼配信がドンキだったら伝説になったのに、ダメでしょ唯一合格前にショールームいたのがゆうちゃんだったの。え、嬉しい、ありがとうございます夢が叶う場所、ドンキホーテ。そう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 、そういうわけでね、ドンキホーテは素晴らしい場所です。なぜそこに入ったのか、なんかね何だったかな、友達の卒業制作を撮るためになんか映像だったんですけど、映像を撮るために、え、何だったかな、そう、友達と会ってて、友達と友達の友達と会ってて、それでなんかドンキ行って、なんでだろうドンキ楽しいもんね、ドンキ楽しいですよ、いろんなものあるもん。合格ってメールで来るんだね。合格ね、あれね、あの皆さんと一緒に見ましたよ私。ねサイトに載ってるじゃないですか、サイトで見ました。サイトで確認して後からメールが来る感じでした。堺にもあるからね、そう堺にもあるからね、もうドンキ大好き。中継したら後ろにドンキの BGM が流れる配信やばいやばい。てんちゃんこんばん、こんばんは。今度ドンキのトイレで配信思い出の場所で、ダメでしょその日に合格を発表してた。あ、知ってました、それは知ってました。次期のホームページで見たの、見ました見ました。劇場の向かいにもドンキあるからいい思い出だね。あのドンキめっちゃ大きいですよね、好き。テニスボールの方、音符ありがとうございます。生まれる前からゆうちゃん推しです、本当に嬉しいサイリーマンはドンキで買ってます。え、そうなんだ、そっか、ドンキに売って、そう確かに。本気出せばドンキに一日中売れる、わかるわかるわかる。ドンキはね、頑張れば一日入れる。あ、ちょっと盛ったわ、一日は入れないです
思い出のドンキ、そう、泣いた、笑った、笑った、めっちゃ笑った、もう爆笑ですよ、爆笑よかった、受かったんだけどみたいな感じだったフ1年越しの夢が叶った、発表見て泣いたわ本当にすいませんね、ありがとうございます、本当にドンキでこの前1万買い物してきてしまったドンキで、そうですね、ドンキはね気抜いたらね1万円使っちゃうからね、公演前はドンキでサイリウムの電池買うよ、あーなるほどね、エモですね、いいですねドンキは基本通路狭いからな、栄えのは窮屈気味、あー窮屈気味、窮屈気味ね、確かに通路狭いですよね、異常に狭いよねそこがまた好きなと、好きみたいなところありますけどね、私は。本人たちにも事前に連絡ないのに、そうだから一緒にドキドキしながら見ましたよ、ドンキでね普段見ないで買い物してみたいが、もういいですね、楽しそう、それでも10期お披露目までは心配で心配で、本当に心配させてしまうような女で本当に申し訳ないんですけども、本当にありがとうございます、見守ってくださって、よく戻ってきてくれたよね、本当に本当になんかね、すごいことですよ、本当にすごいことですよ、いやもうありがとうございますの気持ちです。謎のおつまみ買いがち、謎のおつまみねありますよね、ドンキは公演後にドンキでビール買います、最高じゃないですか、サイのこうじゃん、そんなの、てんちゃんと呼ばれる理由を教えてください、休憩オーディションの時の配信のあの番号が10番で、10番だったからてんで、てんちゃんです、お披露目前にまたいなくなったらどうしようって、いやもう半年いますよ、半年、半年いますよスタート地点に立ててよかったよね、本当によかったです、テニスボールの方、音符ありがとうございます、音符、ドンキでたまにめっちゃ巨大なカルパス買います、めっちゃ巨大なカルパス見たことないわゆいちゃん今何を飲んでるの、好きな飲み物は、今飲んでるのは水道水、水道水で好きな飲み物はココアと梨の水とサイダーとラムネとココアと、ココア言ったな、コーンポタージュ、てんちゃん病治らないや、もうね、もうね治さなくていいんですよ、治さなくていいんですよ、もうてんちゃんでも嬉しいんで私はサイ&コー、サイ&コー、サイ&コー、イエーイ、 SKA に来てくれて本当にありがとうございます、本当に会うまで心配ですね、会うまで心配ですよね、今はこんな状況だけどあの1年があったから我慢できてる、あーそっか、そうですよね、今ねこんな状況でなかなか会えてないんですけど、もう公演前の初挨拶で見てるで湧いてるの見て泣いたねえ、私はもうもうあれもねもう絶対なんて、そうね、感慨深かったですね、自粛後に一番やりたい仕事、自粛後公演デビュー圧倒的劇場公演デビュー、今日時間あったからてんちゃんの最初の配信見てたの、あれだね懐かしい、いやー最初はもうガチガチでしたよ、
怖かったもんだって、アイドルなりたいくせになんかもういろんな人に顔を晒すのが本当に怖くて私あのなんだショールームやるまで一切なんか自分の顔をネットに出したりとかしたことがなかったもので、なんだろうあのなんだうんしてこなかったから、そう梨の水はまだ残ってるのかな、ちょっと残ってる、てんちゃん言う人いてもさやちゃんいない言う人いない説ほんまになさやちゃんって言う人おらんよなジュッキーのてんちゃんということでコロナがなければジュッキーはもっと脚光浴びてただろうから悔しい、本当に悔しいけど耐えるしかない。サイダーとラムネの違いをお願いします。ラムネはビー玉が入ってる、ビー玉じゃないよねあれ、何玉、あの握手動画を見ると期待しますよね、本当ですか、握手ね握手しましょうパンダの数バラの花ありがとうございますオーディション受けるだけでもかなり度胸いるよね、本当に怖かった私は怖かった、あ最初のオーディション、最初のオーディションはあれだったけど、辞退した後に STU さんとか SKE とか受けるときは本当に怖かった、怖かった、まあ当たり前だけどそれはなんでって人も絶対いるし、いるに決まってるし、もうとんでもないことをしでかしてしまったことには変わりはないんで、どんな事情があろうと一つの枠を潰してしまったっていう責任は本当にあるんで、そこはねすごい怖かったですね、あの顔を出すのは。ラジオもやってほしい、ラジオもねやりたいビー玉、ビー玉か、毎晩初握手のイメトレをしております、握手二つくくりの方ハートありがとうございます。ジュッキーのオーディションも顔の雰囲気だけで勝手に投票しました、嬉しいありがとうございます、勇気を出して受けてよかった、本当によかった、本当によかったです、なんで待ってたもんありがとうございます。STU も受けた、そう STU さんも受けてて、 STU さんはもうなんか辞退することになっちゃったから、すごいね、なんかそれも怖かった、それも怖かった、すごいどっちか選ばなきゃダメな状況が来てて、どうしてもアイドルになりたかったからいろんなオーディション受けてて、喜びの方が大きかった、ありがとうございます、 SKE に来てくれてありがとう、もう優しいんだから本当に、辞退して入り直した人は何人もいるから気にしないで、本当にいるの、今までも辞退したけど後で入ってきたメンバーいる、あいるんだ、いらっしゃるんだ、そうなんだ、ドヨガ SK に来てくれて本当よかった、ありがとうございます嬉しい、なんて幸せなんだ、なんて幸せなの初めまして、カトユかわいい、ありがとうございます、ありがとうございますカトユさんに滑らない話して真顔対応されるアクセのイメトリス笑っちゃうかもしれない私、ヤヤちゃんが STU になってたら STU 推しになってた、もう本当にもうずーわーうずこんばんは、最近気になってみ見始めました、ありがとうございます、嬉しい、またよかったら来てください
SK を選んでくれて本当にありがとう。来てくれて嬉しい。はあ、幸せ者ですわ私は。親は名古屋に行くのに反対されなかったの。なんかね、されなかったんですよね。そう、びっくりですよね。多分最初にアイドルになりたいって言った時はさすがにびっくりしたと思う。びっくりしたっていうか反対、でも反対はされなかったかも。うん、ずっと応援してくれてるから感謝しかない。どこのチームにいたって私の推しは加藤優。うーん、ありがとうございます。アラーズですね。もうめっちゃアラーズじゃん。しーちゃんさんとかも、あ、そうなんだ、知らなかった。STU の片揚げポテトの動画ね。あったあった、恥ずかしい。そういえばいつくらいからアイドルになろうって決めたの。いつだったかな。でも本当に幼い時からなりたいとはずっと思ってて、もう言えば小学生ぐらいからアイドルに憧れはあって、でもなんかなんだろうな、好きって認めなかったんですよね私、アイドルが。なんでだったかな、すごい羨ましかったんですね、キラキラしてて羨ましくて素直に好きって言えなかったんですけど、まあね、こう、でも意識本当に受け始めたのとかは高2とか、学校辞めてからかな、学校辞めて、どうだったかな、そう、そんぐらいだったと思う本当に受け出したのは。いつの間にかゆうちゃん褒める配信、本当だ本当だ、いいご両親、本当にいいご両親なんですよ。右の肩破れてる、これはねファッションです、ファッション、ファッション。それだけ合格できるならゆいちゃんはアイドルとしての素質があるってことだね。めっちゃ褒めてくれるやん、ふえふわし。テニスボールの方、音符ありがとうございます。見てた硬いポテト動画で、ね、恥ずかしいわ。オセロスしてヘニョーってなったら10期生でカトヨちゃんにすられた、釣っちゃった。多分お腹にいた頃からアイドルだと思います。すごいですね。なりたいからなろうに変わるのってどういう時なんだろう。確かに、何だったかな、何だったっけな。でもあれだな、確かに影響を受けてるのはやっぱり欅坂さんの菅井優香さんがもう好きになり始めてから意識しだしたっていうか、復活したよね、なんかあの頃の憧れみたいなのが。SKE で早香ちゃんに会えた、そう、それすごいよ、すごいことですよ。ゆうちゃんはカメラ大好き。そう、カメラ好き、カメラ好きです。はやかちゃんと先輩後輩の関係だったらどうなったか気になります。あ、そっか、私9期で入ってたらはやかちゃんが後輩だったのか。どんな、どんな、パパさん今見てて喜んでるね、きっと。見ててくれてるかな。見てたら恥ずかしいけどね。あ、6000人の皆さん見てますか、見てるよ。皆さん褒めて伸ばそうと、もう褒めて伸ばそうとしているんですか。伸びちゃうぞ。二つくくりの黄色い服の方、ハートありがとうございます。見てる、ありがとうございます。よいしょ、見てるよ。
大好き、単独で紅白に出られるといいんだけど、もうね、もうね、それが夢の一つでもあるよね憧れ。アイドルはカメラ好きな方がいいよ。確かにそうかもしれん見てる、ありがとうございます。9期生で入ってたらはやかちゃんとの関係性なかったかも。確かにはやかちゃんね、めちゃめちゃ礼儀正しいから、多分ビビられてた気がする9期だったら私が。10期オーディションでのショールームで知った組だけど、ゆうちゃん合格すると思って、まあ嬉しい、なんでそんなに褒めてくれるの見てる、ありがとうございます。パパ、パパ見てる、パパお父さん伸びちゃってください、ビヨーン。見てる、お立ちで木に登るの待ってる木に登っちゃうの。その肩上げ動画で一目惚れして辞退して落ち込んだのに、まさか約2週間でやると思わなかった。そう、やっぱ SKE 一本で絞ろうと思って辞退、 STU さんを辞退しちゃって、まあだいぶあの STU さんのファンの方にはあの嫌な思いをさせてしまったと思うんですけど、 SKE を受けるんだぞっていうその気持ちで、なんて言ったらいい、難しいね今日のモババイで夏服の写真見たけどモデルもいけるんじゃない、え、めっちゃ褒めるやん、怖い怖い怖い私そんなスタイル良くないからなゆいちゃん褒め配信、そう褒め配信、公演始まったら DMM でカメラ目線お願いしますね、え、頑張ろう紅白もだし、名古屋も、そうそうそう、夢だよね、夢、夢、夢、希望、そして愛。かとゆいちゃんってはやかちゃんのブログ通りの子なの、もうね、あれはね、嘘偽りないですね、何にも嘘がないです。バラの花ありがとうございます。 SKE で名古屋単独コンサートやってほしい、本当にね、頑張ろう。なんかまだまだあれですけどね、私はまだまだあれなんですけど、あれって何これからね、どんどん練習して上手くなって昇格もしちゃったりなんかしちゃったりして、盛り上げていけるように、貢献できるようにね、なっていきたいなと思っております。君江さんのこと好きなの、好きです。ゆえちゃんは先輩っぽくないから大丈夫です。先輩っぽくないってどういうこと？その伸びるじゃないよ。グイーン。この出会いは運命的ですね。運命。デスティニー。結びの一番で見た時から押してました。ありがとうございます。そんな前からありがとうございます。SKE ファンも名古屋でもう一回できるのが夢。あ、そうなんだ。そうですよね。もうサイリウムでいっぱいの景色を私は見てみたいですね。ファッションモデルはよ。え、めっちゃ褒めるやん。怖い怖い怖い。ゆえちゃんの写真集出たらか。写真集ね。写真集も夢の一つですよね。ちょ、加えとこ。写真集。夢の一つにめっちゃ調子乗るやん、ちょ怖い怖い怖い、調子乗ってなんかすごい生意気なこと言っちゃいそうで怖いライオンの方ハートありがとうございます。キューキューの時ちょうど元推しが卒業した時だったから、推し見つけようとしてみたらこの子だってなって、あ、そうだったんだ。いや、もうありがとうございます、ほんと見つけてくださって。褒めるかな、なんかちょうだい。やだ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 、なんか取られる取られちゃうよ。グラビアもはよ、グラビアね、グラビア
グラビアうふんな感じでね、え、変な感じで頑張りましょうね。楽しみがたくさんあるよね。そう、これからの絵の期待がね、私はいっぱいある。これからの期待がいっぱいある。なんていうの、その楽しみなことがいっぱいあるから、これからポンポンプリンの方、ハートありがとうございます。パンダの方、ハートありがとうございます。大阪の子は褒められると怖くない？ちょっとなんか取られるんかなって思う。写真集のタイトル見てる見てる。めっちゃそのまま。え、 STU 受かってた。 STU は二次審査、二次審査かな、二次審査まで通って、通らせていただいた、ん、あの、はい、合格をいただいたんですけど。カトゥーが STU2 期に来てたら沼にずっぽりハマってたかもしれない。沼にね、ハートください、ハート。褒めるから萌えセリフちょうだい、萌え萌えキュン。違う。ちょっと違う。ドームスタジアム単独、女性アイドル AKB SKE ももクロのみ経験。あ、そうなんだ、はい、すごいな。なんだろう、ね、あの大学、ん、学生です、なんか勉強できますみたいなアバターの方、小判ありがとうございます。テニスボールの方、音符ありがとうございます。限界って書いた方、ハートありがとうございます。もうあらは言ってくれへんし、あら言ってる、あらあら言ってます、あらあら言ってます、あらよ。大阪弁あんま出ないよね、なんか敬語で喋ってると大阪弁出ないんですよね。出へんね、そう、大阪弁出へんね。敬語で喋ってるかな、大阪弁出へんねんな。よし、もちんもちん、こんばんは、10期から半年か、改めておめでとう、ありがとうございます、ありがとう。 YouTube で渚のイメージ見て気になってきました、ありがとうございます、ありがとうございます。渚のイメージと加藤優と10期をよろしくお願いいたします。 SKE もよろしくお願いします。リカピンもコメント欄で褒め言葉が並んだら怖いと飛び出す。なんかリカピンはわかるわ。怖くなりそう。投げキスください。あ、さすが元メイドさん、もうメイドだからね、数ヶ月しかやってないけど。褒められて生き生きしてますよ。それはね、褒められたら生き生きしますよ。今はもはやビジネスアラ、違うもん。握手会で慣れてきたら大阪弁で、ね、そう、大阪弁握手したい。え、研究生って敬語で握手しなきゃダメだよとかないんですか？大阪捨てたんです。捨ててない捨ててない、大阪大事です、名古屋も大事。テニスボールの方、音符ありがとうございます。アラはいつも心の中で言ってくれてるでしょ、分かってる分かってる、うんうん、あ、言ってますよ、うん、言ってます、あ、めっちゃ言ってます、アラ、はい。YouTube から来てくれるの嬉しいね、本当に嬉しい、まあ、何で来てくれても正直嬉しいですけど、渚のイメージ見て気になってきましたって方がね、すごく嬉しいです。私は渚のイメージはね、本当に思い入れの深い曲だし、本当に大切な曲なので、それを見て来てくれるっていうのはね、嬉しいですね。メイドやってた、メイドはね数ヶ月でやめたけど、数ヶ月やってました。途中から来たんだけど、鼻声は風邪花粉症、多分花粉症だけど、多分元から結構鼻声なタイプです。褒められて伸びるタイプ、褒められて調子に乗って失敗するタイプでございます。
でも伸びるタイプに変化したいです。やんのか、くださいやんのか、やんのか、ないと思う、ないないんですね。握手会は自由、そっか。え、なんだろう、なんだろうこの生き物。周りを緑で囲われたモフモフの生物の方、ハートありがとうございます。研究生は名古屋弁かな。大変大変じゃない、博多弁でお願いしますだって。うん、無理無理無理、大変大変。あらずって分かったら敬語なしでも。なるほどね。なんか何回か見たことあるなって方にはもしかしたら関西弁で喋るかもしれん。メンバーが割と自由、あ、じゃあもうなんかね、どうしよっかな、難しいですね。もう2時間、え、ほんとじゃん、やばいやばい。メイド服めちゃめちゃ似合いそう、ほんと。元私は関西弁キャラだったから関西弁親近感ある。関西弁はええですよ。エセ感がすごい。メイドさんしてたの？メイドさんしてました、ちょっとだけ。握手、初見さんはお互いに探る感じになる。ああ、そうだろうな。たまにタメ口だと可愛さ倍増。多分ね、タメ口と敬語が混ざる感じになると思う。私は鼻声ラバー、鼻声ラバー、鼻声ね、鼻声なんですよ。ライオンの方、ハートありがとうございます。元から鼻声ってあんの？鼻声なんですよきっと。元から。褒め伸びーん、褒め伸びーん。横パの渚のイメージからです。席良かったからゆうちゃん見えて一目で応援しようと。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。横パ見てくれたんだ、ありがとうございます。もう名古屋の女、いやちょっと半分大阪半分名古屋ぐらいでダメですかね。福岡での握手会で博多弁で動画撮るイベントあって SK 弁みんな苦労してましたよ。それは苦労ですね、大変ですね。握手会は最初になるんでお願いします。青い服似合うね、え、嬉しい、青い服ね、今日服青いですよ。メイド服配信お願いします。え、またしたいですね。楽しくて時間過ぎるの早い、本当に本当にね。ジュリナさん関西弁で喋って。あ、絶望のね関西弁配信。メイド服が着たくてバイトしてた、その通り、本当にその通り。可愛い制服のバイトを探してたら結局究極のところにたどり着いたっていう状態です。僕の推しは全員大阪出身なんで、カトユーさん推す運命かも。運命です、それは。ラブシチです。大阪捨てたの？捨ててない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 です。最後にもう一度服の破れ指摘しておこうか。もうこっちも破いたらね、何も言えないんじゃない？はい。大阪の訛りで話してるのが聞いてみたいです。関西弁配信よね、たまにな、やってんねんけど。それ見てくれたら嬉しいな。難しいな、関西弁難しいわ。決めた、いつかこの子と握手する。おお、握手しましょう、握手握手、私と握手。二つくくりの黄色い服の方、ハートありがとうございます。制服に惹かれたタイプ、そう、制服に惹かれたタイプですね。もうメイド喫茶で働こうってなった時はステージ、ステージあるところにしようって思ってたんだけど、ステージないところをなぜか受けて、ステージないところになぜか受かりました。のど痛い、ほんまにさ、喋ってないから、ここ最近。最近喋ってないからな、一人やからな、ずっと。
からな。2時間急に喋るとびっくりしちゃうの。動画肩寒くないですか？肩寒くないよ。暑いよ、むしろこの部屋暑いよ。24度だよ。セクシーさ 10% アップアップ。10期で最初に握手するのはカトリちゃんにします。嬉しい、握手しましょう。型にブーメラン当たりました。当たってないねんこれが。おしゃれやねんこれ。喋りすぎ、喋りすぎた。無理しないでありがとうございます。でもね、本当にあの幸せなことなんですよ。私喋るの好きなんで、喋るの好きだからね、喉が枯れるのは嬉しいことなんですよ。大丈夫。ありがとうございます。パンダの方ハートありがとうございます。2時間が限界。そうかもしれん。2時間で私の声は枯れ出すっていうシステムなんかもしれん。よいしょ。ステージないところに受かった理由はステージないところに応募したからだね。そうですね、そういうことですね。他のアルバイトは何かやってたの？他のアルバイトは遊園地テーマパークのチケットを拝見して、なんかその機械を点検するみたいな仕事やってました。あとコンビニもやってた。コンビニは結構一瞬でやめましたね。あと何やってたかな、メイドと、あ、そんな感じか。そんなもんですね。こんばんは。こんばんはです。整理してたら大手配信のメモ出てきて38番に丸打てた。ありがとうございます。喋るの好きは伝わりすぎる。本当？本当ですか？喋るの好きなんですよ本当に。メンバーと会ったらダメなんですか？わかんないのそれが。あ、でもメンバーのお家行っていいですかってマネージャーさんに聞いたら、まだやめてくださいって言われたから、まだだと思う。まだ多分2時間喋り通してるからそりゃ枯れます。そうですね、最初の握手は複数レーンのようか。なんか研究生ってそうなんじゃないですか。え、わかんない、どうなんだろう。ちょっと服破れたのノリはリカピルームか。確かに服破れたって。リカコちゃんがこれ着たらね、めっちゃ聞かれるんだろうな、服破れたって。鼻物でも気をつけて。ありがとうございます。そうですね、お薬飲みます、花粉症の。カラオケでも2時間で枯れちゃう人いるよね。いるいるいる、そういう人いる。よいしょ。レッスンもまだまだか。レッスンね、いつになるんだろう。個別があればね。え、わかんない、どういうことだろう。個別じゃないなら基本数人でしょうね。あ、そうなんだ。個別、個別、全役、よくわかってない私。2時間喋ってたら服って破れるもの。服はおしゃれです。あ、7000人の皆さん見てますか？見てるよ。光は見えてきてる。確かにそうですよね。もうレッスン始まってほしいな早く。危ないけどね、危ないけど。全員赤4人とか。あ、なるほどなるほど。見てる、ありがとうございます。肩破れてるよ。肩破れてないです。握手会は個別と善悪がある。はいはいはい、なるほどなるほど。怖く怖く。見てるよ、ありがとうございます。見てない、見て。テニスボールの方音符ありがとうございます。個別はメンバーして全国握手会は複数に。ああ、なるほどなるほど。少人数で時間分けたらレッスンできそうやと思うな。あー、確かに本当だ。確かに11人集まるってなるとちょっと危ないかもしれんけど、数人ずつね離れてやったら大丈夫そうなもんですけどね。
どうなるのかな。聞いて楽しいね。ありがとうございます。生誕って明日からだね。明日からです。よろしくお願いします。キヨキの握手デビューの時は見学複数だった。ああなるほどなるほど。受験生の最初の握手は一人レーンじゃなくて複数人レーンかも。でもそれはそれで楽しそう。灰色のパーカーの方、ハートジュックありがとうございます。四段重ねの、ワンちゃんの人、クローバーありがとうございます。服かわいい、服見せて。服ね、かわいいでしょ。かわいいんですよこれ。よいしょ、こんな感じです。スカートも買いました。こんな感じですね。見えたかな。ジェストのスクールがもうすぐ再開みたい。本当に嬉しい。そろそろレッスン場開くかもね。開いてほしいな。個別っていう人と琥珀っていう人がいるが、善悪は善悪。あ、なるほどなるほど、そうなんだ。買わなきゃ。よろしくお願いします。生誕 T シャツよろしくお願いします。よかったらね、手に入れて私に会いに来た時に来てくれたら嬉しいです。テニスボールの方、音符いっぱいありがとうございます。誰も完成してなかったら何集まっても大丈夫だと思うんだけど。あ、そういうもんか。そういうもんなんですね。生誕地即予約やな。 ありがとうございます。公演はともかく握手会は当分無理だろうな。あーそっか、そうかもですね。オンラインレッスンはできないのかな。したいしたい、オンラインレッスンしたい。密ダメって言ってたら本当は何もできないよ。どうなってるんだよ本当にね。何もできないですよね今。かわいい、かわいい、ありがとうございます。かわいい、センキュー。片上さんのセーターティー着てリカピレーン行きます。ちょっと怒られますよ、突っ込まれますよ。スクール開くなら希望はあるね。本当にスクールいつ開くって言ってました。受験生まだ全然わからないけど、とりあえず片上ちゃんが可愛いことは分かった。押しちゃってください。押しちゃってください。愛知緊急事態宣言解除されたからね。うれぴ、本当に緊急事態宣言もね解除されて、まあでもまだ気は抜けないもんなんですけど、まあね、早くレッスンができることを私はひたすら祈ってます。生誕に破れてない、生誕にここ破れてるかもしれないですね。ただかかってないと言い切れないからね現状は。確かにわかんないもんね。握手会で片寄れんはみんな生誕 T シャツ着てくると思う。嬉しいなそれ、ガン見しちゃうわ。シンプルに可愛いから応援したい。嬉しい、応援してくださいぜひ。朝早いの寝ますね、おやすみ。あ、おやすみなさい、ありがとうございました。朝早いんですね、頑張ってください。マキコさんの公開フリル第2回あるといいね。またしてほしいですね。ゆうちゃんこんばん、お仕事終わって帰宅な、まだ配信やってくれて嬉しい。お仕事お疲れ様です、こんな時間までお疲れ様です。スクールは23日から段階的に。23日、そっかそっか、了解です了解ですって。スクール開くならさ、レッスンやりたいですよね。まあでも大変かな、どうなんだろう。押しちゃうよ、押しちゃえ。ただコロナがなくなったわけじゃないからな。そうなんですよね、
解除されたとはいえね、まだ感染者数が完全にゼロなわけじゃないし、いずれにしても以前と同じように、まあね、そうですよね。ゆいちゃんの生誕 T シャツ着て嫁の両親に挨拶しに行きます。やめときなやめときな。いや、ありがとうございますSK 加藤さんしか知らないんですけど、よろしくお願いします。 ありがとうございます。すいません、なんか すいません、ありがとうございますよろしくお願いします。グリーンの T シャツが並んでるね、最高ですね、最高。明日朝早いのに勝手ゆうちゃんが可愛いから寝れます。あらーあらあら、言った、ナチュラルあらじゃん、すごくない朝早いのか、大変だな。今日まだ平日じゃん。そっか、ゆいちゃんは朝遅いからこの時間元気ですか？元気、超元気、夜超元気だよ私。もう朝超眠いけど、完全入れ替え制のレッスン室、一人詰めレッスンなら可能かも。もうなんか工夫してさ、なんかレッスンしたい、レッスンしたい。レッスンできたとしても劇場公演に人を入れるのが難しそうだから、ちょっとね、なかなか難しそうですよね。劇場デビュー最悪無観客でも私は全然あれなんですけどね、まあ寂しいけどちょっとビジネス入ってた、入ってませんおやすみなさい、おやすみなさい、来てくれてありがとうございました。あら、いただきました。平日も平日やで、まだ火曜、まだ火曜やな、遅いな、1週間。朝配信の時やっぱ頭の中寝てたよね。今週また朝配信やろうと思ってるんですけど、いつだったかな、あ、22日、金曜日朝配信やると思います。会ってお話ししてみたい、ぜひぜひ会ってお話ししましょう。無観客でも DMM 最善で交流します。もうね、お願いします劇場デビューは別場で見た、劇場で見たいけどな、まあ確かにね、それはそうなんですよけどね、それはそうなんですけど、それはそうなんですけどね、見てほしい、直接見てほしい気持ちと、早くデビューしたい気持ちとかね、混じってね、もうあーですよ。明日朝早い明日は違います。明日は20時半からレッスンも、メンバー集まっての動線チェックとかまだ先だろうね。あー確かに、メンバー全員集まんないとね、そういうのはやりにくいですもんね。まさか6時ね金曜日6時ね。朝配信またかまたです。まあよかったら起きてやってください、一緒に。再開しても東京からだからなかなか行けなさ、あ、東京なんだ、そっか、それは大変だ、なかなか東京だとね、ちょっと遠いですもんね。今週の土日月かと出張なんであんまり見れないかも。出張なんだ、お疲れ様です、頑張ってください。出張か、大変だ、邪魔な、くじかれたな。そう、そんな感じがすごいして、悔しい、私悔しい。5時からなら朝早く見れる。5時はね、ちょっとね、本当に起きれない、本当に遅刻するやつ。見れなくても劇場には立ってほしいとは思いますよ。そうなんですよね、劇場に立ちたい気持ちがね、すごい日に日に増してる感じでございます。明日は20時半からのみ、
朝配信明日金曜日、金曜日です、金曜日。朝5時はリカピの枠です。そう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 、リカ子ちゃんの枠だから、私は遠慮してるだけであって5時に起きれないとかそういうのじゃないんだからね、勘違いしないでよね。生誕祭はやっぱ嬉しいものだよ、今年できるという、ね、本当に生誕祭を開いてもらうのが本当に夢だったから、すごいなんかいいタイミングに私の誕生日あるなって思ってたのにさ、もう今じゃもうね、なんで誕生日7月なんだろうって感じなんですけど、起きますけど、ありがとうございます。週一朝配信、わかんない、あんま決めてないです。独自配信しても二度寝したらあかんで、二度寝しそう私。金曜日だったら週末だし頑張れるか。そうそう、週末だからね、週末だからまだマシ。そろそろやらかすよくやらかさない、やらかさない、遅刻しない。明日20時30分、金曜日に朝配信。そう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 、ゆいちゃんの声聞きながら寝ます。おやすみ、おやすみなさい。私の声を聞きながら眠れ。まず再開されても公演当たらないよか。そっか、そうですよね、しばらくやってないですね。金曜第9なのでいつでもどうぞ。素晴らしいですね。リカピに言っておきます。言われちゃう。こんばん、こんばんは、こんばんは。起きれないのね。起きれないね。5時は起きれないわ。朝5時に配信したらリカピにやんのかって言われるのか。やんのか、やんのかって言い返せます。5時ですね、分かった。5時じゃないよ、5時じゃない、6時です。この子妹にしたい。お兄ちゃん。やだなこんな妹。生誕祭コロナちゃんのせいでタイミング読めないからいけるかも。本当にもうそもそもあんのかな、あってほしいけどな。金曜日は朝7時からだけど、その後ジョギングには行かないの。そう、その後ジョギングに行けるようにするためにちょっとね、昼夜逆転直したいですね。昼夜逆転なわけじゃないんだけど、なんだろうな、昼は何もやる気が出なくて寝ちゃって、夜はなんかすごいゲームとかやりたくなって喋りたくなってみたいな状態を直したい。仕事終わった、半年なんだね、おめでとう、ありがとうございます。お仕事お疲れ様です。こんな遅い時間までね、大変ですね、ありがとうございます。再開してもコール禁止、やだーやだよ。朝一配信は通勤で運転中からラジオ配信で楽しめます。ぜひぜひ声だけで楽しめるように頑張ります。金曜日はごめんね昼配信、ごめんね昼配信、やだ。公演デビュー7月に間に合わないよか。確かに私もちょっと不安ですね。公演再開されたらほぼ毎回生誕祭になるだろうから倍率なんかすごそう。確かに毎回生誕祭だ、本当だね、本当ですよね。テニスボールの方、音符ありがとうございます。再開したら絶対に行くね、お風呂入って寝る、グッバイグッバイグッバイ、ありがとうございます。昼夜逆転、そう昼夜逆転みたいな、そう。ライオンの方、ハートありがとうございます。結局天気悪いし今週ウォーキングできてないでしょ。できてない、正直、正直できてない。いや割とコール禁止はあると思ってます。え、本当に嫌だ、すごく嫌ですね。まあでもしょうがないか、そうですよね。こんばんは、久しぶり、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ゆいちゃんは言わせてくれや、ほんまにほんまに聞きたい。私は合同生誕祭の可能性が現実味を帯びてきた。本当ですよね、もうなんか溜まってるもんね、いっぱい。多分今日は何時までやるの考えてなかった、全然。なんでこんなやってるんだろう私。
そろそろ終わろうかな。こんばんは。10期のドキュメント見てから気になってフォローしました。ありがとうございます。10期のドキュメントね、見てくれてね、気になってくださったのはね、すごい嬉しいですね。体幹は完璧なんだよね。そう、体幹も最近毎日やってます。よし、そろそろランキングのに入った方のアバターを読みます。スケッチブックでゆいちゃんってコールするしかない。大変だ。面白いね。あのドキュメントの投げ銭10期ファン増えたよね。え、増えた気がするね。コール禁止ということは自己紹介見てますか？シーンになる。本当だ。リアルシーンじゃん。やだよ。はい。13位から読みます。13位が、黄色いフードをかぶったぬって書いた器を持った方です。ありがとうございます。12位が龍ですね。かっこいい龍の方です。ありがとうございます。11位が赤と白のトナカイさんです。ありがとうございます。10位が、女の子ですね。猫耳が生えてるのかな。猫耳が生えたピンクと白、ピンクの髪の女の子ですね。ありがとうございます。9位が灰色のパーカーと赤い靴を履いた方です。ありがとうございます。8位が、2つくくりで黄色い服を着た方ですね。ありがとうございます。7位が、三段アイスにカワウソちゃんが乗っかってるやつです。ありがとうございます。方です。ありがとうございます。6位がいちごかな、いちごが乗ったねプリンの方ですね。ありがとうございます。7位、5位がパンダ、ギターを持ったパンダの方です。ありがとうございます。4位が4段重ねの白い犬ワンちゃんのアバターの方です。ありがとうございます。3位がライオンですね。ライオンの方ですね。ありがとうございます。2位の方が緑の器を持ったウサギさんかクマさんかわからない生き物です。ありがとうございます。そして1位がドゥグ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 ドゥデン、テニスボールの方です。ありがとうございます。あ、8000人の皆さん見てますか？見てますか？見てるよ。パチパチパチ、ありがとうございます。めっちゃ配信したの今日、びっくりだわ。見てる、ありがとうございます。見てるよ見てるよ見てるよ。スクショタイム。スクショタイム長いね。長時間お疲れ様です。ありがとうございます。こんなに長いの久々ね。久々だよね。久々ですよね。まあ半年なんで今日。半年経っちゃうんで。お疲れ様、ありがとう、ありがとうございます。 DJ になりかつけた。ならないで、ならないではおかしい。ありがとうございます。うちはの推しのとこ U に変えた。変えられないのかな。今日は褒めまくり配信でしたね。本当に最後に生誕 T シャツのお知らせを。お、明日12時だっけ、何時だっけ、じゃあ何時か覚えてないっていう。何時でしたっけ。知ってる方はーい。おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。 DD ではなく調査です、調査ね。12時、明日20時の12時から12時から12時から
私のあとアナちゃんか、私の生誕 T シャツが予約開始です。よろしくお願いします。ぜひ手に入れて、普段着にお願いします。よろしくお願いします。普段着じゃなくていいです、あの部屋着とかにしていただければ幸いでございます。あのよろしくお願いします。詳しくはオフィシャルサイトで、そうオフィシャルサイトでよろしくお願いします。それはちょっと5月20から5月26、23時59分まで書いてくださった。ありがとうございます。さっきと話が違う。先着から変わったので、よかったらぜひよろしくお願いします。会社に来てってもいいですか。いいですよ。仕事の大事な会議って言います。あのお願いします。勝ちますよその会議。おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとう。